はい、というわけで、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうも、スウェッティビでーす。よへでーす。お願いします。たまにはね、ほんわかした動画も撮ろうかなっていうところでございます。そうですね。こっちとしてはすごい助かるね。そうですね。9月からね、はい、ようやくちょっと落ち着いた動画投稿をしようかなっていうふうに。そうですね。8月はもうとりあえず本数っていうか、そう夏休みはっていうか。そう、夏休み毎日上げて、うん、ショートも上げて。くたばりましたね、僕は。そうですね。40本近くは上げたと思います。まあ、おかげで、まあ、まあ、それをやることによって、僕らも成長したし、はいはいはい、いろんな動画も撮れたし。なんかを超えたよね。そうそう、なんか僕らの皮をこう、ね。破けた感じが5枚ぐらい入った気がする、うんうん、ほんと時間のない中で時間の使い方っていうところはすごい良くなったんじゃないかな。そうですね。本当に無駄な時間がなかった。ちょっと、ね、寝るかなんかしてるかっていう。そうだね。でも9月はちょっとまあ落ち着いてちょっとこう一本一本本当にこうしっかりとした動画を作っていきたいなというふうに思っております。はい。そしてまあ効率よく、うん、まあ、仕事もまあ大変と思うんで。そうですね。ここから多分ここに繁忙期とか始まってくると思う仕事が。まあ9月からね、まあ、動画投稿が木金土日の週4に変更になりました。で月火水はショート動画っていう感じで、はいはいはい、やっていくんですけど、なぜそれをしたかというと、まあ、ひろとくんがいるじゃないですか、はいはい、ひろとくんが成長してもらう上で、うん、やっぱサブちゃんがせっかくあるので、サブちゃんをまあしっかりこう責任持って運営してほしいなっていうところで、まあ、僕らは木金土日、彼には月火水を、そうですね、週3自分で動画をまあ企画して、はいはいはい、撮って編集して、うん、アップするってとこまでもう一連のことをやってもらいたいな。それでこう成長してもらえれば、いつかユーポンとまた組みたいって言ったらまあね、そっち行けばいいし、その時にもうね一人前になってればユーポンも助かるだろうし、いろんなね編集のなんかお手伝いとかもできるかもしれないし、はいはい、そういうところで今すごいスパルタ、ね、な感じの指導をまあしてるんですけども、僕らは月火水はショート動画にして、タブチャンネルとかヒロトボーイ修行チャンネルという名前らしいんだけど、うん、 ね、それをまあ月火水にしてもらうんで、まあ、実際は翔平 TV チームとしてはなんかもう毎日投稿みたいな感じなので、はい、まあ、できれば月火水はもうヒロトを応援する時間として、そうですね、皆さんも学校あったりね、ちょっとこう勉強もあったり仕事もあったり、まあ、日曜からの月曜、火曜、水曜ぐらいまでちょっとこうね大変だと思うんですけど、はい、気楽に見てほしいなっていうところで、まあ、チラッとじゃダメだ、うん、チラッとじゃダメだけど、まあ、ヒロとちょっと応援するという気持ちも持っていただいて、うん、はいはい、お願いしたいと思います、はい、やっぱり僕らだけじゃちょっとやっぱり応援する気持ちがあっても、はい、なかなかこう実感を湧かずにこうねサボっちゃうことがあるので、うん、もう視聴者さんに見ていただいて、こうした方がいいんじゃねっていうアドバイスだったり、そうですね、なんかそういうなんかこう褒めの言葉ももらえるのであればいただきたい。まあそれが皆さんの言葉がね、そう、 ありがたいお言葉があいつを動かす原動力になるかもしれないし、かもしれないですよ。僕らじゃね、まあ、無理なんですよ。そうですね。僕らじゃ無理なんで、ちょっともうもう本当視聴者の方にちょっとお願いしたい。お願いします。そこは気持ちがあります。まあ彼もすごい頑張ってるんですよ。うん、本当に頑張ってるし、こう本当にこうなんだろう、どうにかしようっつって、これでパソコンもなんか買ったらしいんで、新しく、もがいてるよね。そう、新しく購入してやる気はあるんです。やる気はあるけど結果にこうついてこないっていうところがあるので。うん、まあ、そこはもう僕らは黙って見て応援するしかないので、まあ、環境変えようってとこですね。そうそうそう、一番はやっぱり視聴者さんの言葉が彼を動かすと思うので、うん、まあそれはもちろんあいつメインだから、それはね、あいつにフォーカスが当たる企画になるわけですから、ヒロトに。そうってなったらやっぱ一番そのチャンネル内で見られるのはヒロトなわけなんで。そうですよ。ヒロトを見に来てほしい。そうですね。応援してほしい。でまあコラボもぜひともしてほしい。そうですね。そっちの方だったら、はい、ぜひともお願いします。お願いします。でもちょっと動画外でちょっと行くんですけど、まあこれかマーコ BD。はいはいはい。これつけたことないでしょ。俺はない。そういえば。ちょっとつけてもらっていいですか。いいですか。手首につけてもらって。でまず先に。緩いんですよ。こっちよね。そう。こっち太い方。そう太い方ね。伸びる方って言ったらいいかな。そう。を手首にちょっとこういう感じ。手首巻きます。ちょっと待ってくださいね。普通に巻き、普通にもう普通じゃない、そう、普通に、そう、こういう風にそう巻きます。で、その上からこっち引っ張って、まあ、こっちを強くよいしょ、腕が細い、巻いていく、巻いていく、こんな感じですね。そうで、もう固定はそう、すごいね、されます。Amazon で、はい、まあ、販売はしてるんだけど、うん、なんかすごい売れすぎて、はいはい、在庫がもうないらしいんですよ、うん、今もう絶賛も大量増産中らしくて、はい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 、もう大至急動きますって言って、なるほど、やってるんですよ。でお値段もね、これ1つ1500円とかなんですよ。マジで安い。でちょっとなんか今までの使ってたこういう種類にしてはなんか薄いかなっていう印象があります。そうですね。本編でも言ったけど、うん、それこそ水のプロさんとか、ロイングさん、うん、とかの
そのマックダビットとかプロとかよりかはちょっと薄め。薄めだからね、ゴワゴワしないし、バッテの上からもいけるし、高校生も使えるとかし。そう、これ高校生使えるんですよ、黒なんで、うん、で、これも後日ね、なんかね、黒版も販売されるらしいんですよ、購入してもらって、はい、マジで入手困難なんですよこれ。あれだな、キャッチャーやってる時もいいな。今、2つずつあのプレゼント企画出してますけど、はいはい、まあインスタとかツイッターからたくさん のコメントいただいて、はいはいはい、応募希望者がたくさんいるので、その中からね9月25日に公開というか当選発表するんですけども、うん、まあもし自分の本当に欲しいと思ったら Amazon の方で購入してみていかがでしょうか。そうですね、はい、そっちももちろん、ね、何個あってもいいし、むしろ両手につけてもいいわけだし。そうなんですよ。まあで今ねあのヒロトが一人であの個人的に撮ってるね、撮ってるので、はい、その待ち時間というのもあって、ちょっと一本撮ってるんですけど。そうですね。まあ今日正直言うと、これ撮るつもりじゃなかったですからね。全部サブチャンの撮影だったんで。そう、今日はもう本当に、あの、なんだろう、メインチャンネルが結構撮ってあるので、はい、今日はサブチャンネルメインで行きましょうってことで、まあグラウンドを借りてたから、それで、まあ彼の撮影をたくさんしたんですけども、うん、まあまだまだ、企画力とか、効率力って効率力、そうかな。そう、あとトーク力とか。うん、テクニックがあんま分かってないので、まあ、まだまだなんで。まあでも逆にこういう日もあるんですよね。自分らのあいつのために全部見てを使って言えるっていうのは、まあそう、僕ら逆にさ、逆にいつもさ、はい、逆に使ってもらってるからね。まあそうですね。いつも僕らの撮影とかで手伝いをしてもらってるから、うん、それもあってこう今回はこう逆で。まあそうですね。いつも本当にありがたいっていうか。いや本当感謝してるんですよ。はい、本当にだって外野守備とかいない。なんかね、飛ばすやつがいるからさ、どっかに。あいつの自覚はしてるような。あいつのせい、あいつのせいでね、大変だけど、でも個人的にはああいう打球取れて楽しいとは言ってるんで、うん、まあ、まだいやいやじゃないからまだいいかなっていう。まあ今後あの学生野球とか、まあ、中学、女子野球とか、うん、女子野球とか、まあ、そういうところも入ってますよね。そう、撮影入ってるので、もう出てるかな、わかんない、うん、出す頃には出てるかもしれないですけど、撮影も終わってるかもしれないですけど、うん、どんどんこう取材とか行こうと思ってて、その野球人をあの翔平 TV で、紹介していきたいなと思ってますので、はい、そうですね、もし来てもらいたいみたいなところがあったら、まあコメント欄に書き込んでいただいたり、ちょっと僕らにね、あの言ってもらえれば、そうっすね、飛んできますんで、行けるところまでであれば、関東がいいね、なんか関東がいいね、そこはね、ちょっとやっぱ、関東がいいね、僕らサラリーマンなんで、そう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 、遠いところでって、やっぱ日曜日も野球やってたりとかもするので、ね、ちょっとね、あまり遠すぎると、ちょっと本当に行きたいは行きたいんですけど、そう、なかなかちょっと調整が必要かもしれないです。はい、なんで、まあ、はい、できればまあ関東の方とかだったら、僕ら行きますので、はい、まあ、ぜひとも、はい、まあ、まずは関東。うん、そこから徐々にこう広げていければなって思ってますので、動画を見てくださればもういけるかもしれないね。はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。まあこのところで今日は、まあ、ひろと君のお話といろいろ今後の話をしてきました。はい、はい、この動画いいなと思ったら、そしてひろと頑張れと思った方はチャンネル登録とコメント、グッドボタン、そして良平のなんか悪口、ぜひおい、ちゃんと待てちゃんと待て引っかかるぜコメント欄のあれに気に入ったらコメント書きましょうって書いてあるじゃん。それはね、あの裏で言ってください。裏で全然、はい、裏でもいいよ。俺の方が多いからきっと悪口。お願いします、ぜひとも。はい、はい、お願いします。とりあえずコメントお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとう。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、あいしょしょうへい TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。